きっとね。あ、始まってる。いじめだこれ。よろしく。おはよう。きっとね。何中、どこ中みたいな感じそれ。お前に、お前に夢中。お前に夢中、アイモン中。カズヤ目大きくなったね、かっこいいね。カラコンしてるんで。あ、もうかっこいい、カズヤ。14.5、でかいね。その辺の女の子より可愛いよ、カズヤ。でしょ、知ってる。それは知ってる。めっちゃ可愛い。よろしく。カラコン可愛いね。イッサ来た、イッサ。お、友達来たよ。イッサ、友達。あ、あれ、イッサ真ん中、友達じゃん。友達じゃん。あ、どうも。友達だろ。このメンバー初めてやんな。ね、初めて。確かに。同期メンバー。新鮮。で、生き残りメンバー。ロマンスの。そう、これナチュラルだから。ナチュラル生き残りメンバー。すんごい名してんね。すんごい名、そうそう。で、俺もこれ買ってよ。そういうことだよ。あ、カラコン。俺のサングラスの似合わなさやばくないか。サングラスのちっちゃいのか、顔がでかい。誰が顔でかい。顔がでかくて。誰が顔でかい。クソウケる。俺の顔がでかいだけ。サングラスは普通サイズ。やべえ、超楽しい。とりあえず、あ、いっ、赤チェック、すいません、ほんとに。乾杯しましょう。はいはい。乾杯。乾杯。イエーイ。もうすんごい溢れてる。KP。南、KP。ああ。ちょっと気分いいな、この売れてるホスト感、ちょっと遅れてくるみたいな。予定ありましたみたいなやつな。気分いいわ。え？オープニング。オープニングどうぞ。で、これ満杯つ、これあのね、並々についてなんだけど、俺とカズヤで、うん、イッサのグラスだけ真ん中にで、ね、友達ろっつってもう杯交わそうぜみたいな感じで飲めよみたいな感じで一気飲みさせようと思ったんだけど、うん、なんかそうそう、この中で誰が一番売れてるんですか。それイッサだよね、間違いない。このサングラス見たら分かるやろ。このサングラスぐらいマジで似合わへんな、俺。こんなに似合わんもんすか、サングラス。大体似合うでしょ、これ。なんかワンピースのキャラにいた気がするよ、なんか。この形、大体似合うけどな、人間。なんか悪そう。悪そう。あ、四校の一人ですね。誰が顔でかいやん。あ、まあ、チェイキさん。うん、なんか、まあ。違う、絶対そういう作りになってるサングラスだ、これ多分。あ、これちっちゃいよ。だからちっちゃいやん。やろ。ちょっと向けてる。向けてるじゃないですか。いや、なんか悪い。どんだけやばいで、マジで。悪さしてそう。一生かけへんもん、サングラス、マジで。全部してたんだよ、ほんまに。エロサングラスだって。いや、エロサングラスね。これかけ、かけてもらっていいですか。なん。これでも形いいな。ちっちゃく見える。誰が顔でかいやつ。俺誰が顔でかいサングラスの大きさっすよ。これほんまに小顔効果しようよ、そしたら。なんかペンあるし、小顔効果。それでも異性やろ。いや、これ多分水性だと思う。なんでやめろ、それは。大丈夫。友達やけど。おにや。え、友達じゃん。友達じゃん。友達じゃん。友達。仲間じゃん。仲間やろうぜ。やる？どうなっちゃうか、やる？このメンバーいいっすね。やっちゃう？これ一回カズヤ、私このメンバーで火食ったんちゃうの、なんか。あ、そう、俺とカズヤで火食った一回な。そうそう、ダリーな。
一茶だりややっぱ一茶だりいいわ一茶だりやカズヤどうする？カズヤ顔でけえし誰が顔でけえどうするカズヤ。だって実際今このさ画面越し見てさ俺ちょっと引き気味にしてるけどさそんなに変わりないもんな、うん、これでちょうどやもん。じゃあ3代目にいそうっすよね。ああいそういっさ、うん、見捨ててるからね。うん、いっさかっこよくないカズヤ。そうやろ。うん、もっと褒めて。かっこよくない？じゃあコメントをもっと褒めて。かっこいいかかっこ悪いか。かっこいいかかっこ悪いかっつったら、うん、どっちでもいいですよね。どうでもいい。一分だけ俺を褒めるやつして。あ、じゃあ一分だけ褒めよう、はい。俺の今からこのあんま俺のことわからんと思うけど褒めまくって。褒めよう。はい、あのね、俺めちゃめちゃこれ画面見て思ったんだけどここがいい。うん。ここあこれ。あこの髪型？あ違う、ね、これ、うん、ここのあのね。こんくらいだけさ、このなんか横にさ、ピッて平行になってる。そうこれ好き。ここの部分好き。それはいいっすよね。いいやろ、好き、はい、でも、もっとこれかけるともっとだと思うんですよ。これかけるともっとこれかけたらもう締めくくこれだあの、ポンポンスコポンみたいなそれ違うか、ごめんめっちゃかっこいい。コメントがすごい。ほらイッス厳しく見えないやっぱそうやんな。だからみんな俺のさ気づいてないんだ。まずほらイッサ好きすぎる。赤チェックが似合うなかなかいないですよね。嘘です。うん、嘘でー。歌舞伎町歩いてもこんな赤チェックほらもうまあまあだんだんほらあのあれが嘘だけど好きです。俺かっこいいと思うけどな、イッサのこと。あこれ気持ちええわー、マジで。何がコメント気持ちええ。イッサって名前かっこいいっすよ。まずね、何がこんなシャカドイーあ、これ怒られる。これしたら怒られる。大丈夫怒られる。かまへんほら、もうありがとう。もう満足した。今日俺も大好きだって、イサさん。うん、俺も大好き。イサ人気者だから。誰よりも美しい。イサやの。バレンタインでチョコ何個もらうんですか。あ、平均してやっぱかっこいい。やっぱイッサだったらさ、もうブユーデン絶対めちゃくちゃ合うと思う。ブユーデンすごいよ、俺バレンタイン。もうバレンタインですからね。ね、ああそうそう、バレンタインだよ。そう中学校の時に、うん、その俺の世代がもうイケメン世代って言われたの。めっちゃイケメン。え、それ誰？後輩の可愛い子も先輩の可愛い子も全員俺らの世代の誰かが好きみたいな。ああ、もうそういうもう伝説の時やって。やばい。俺それはもうちょっとイサさんも含めて。そう俺6個もらって5人ブスやったよな。俺だけ。えちょいさん、いや面白いじゃんか。笑えよ。いや笑えよそれ。面白くてお腹が痛いよ。オチ終わってるから。俺面白すぎてお腹が痛いよ。俺のオチ終わってるから。あでもそうやな、失礼やんな、ごめんな、そういうこと言って。はいはい、丸、はい、どうもすいませんでした。丸、ブサイとか思ったことないです。はい、まあね、俺ブサイクこの人いないと思うもんね。なんかそうや、確かにな。そうですね、もうね、うん、大体ハート大事だからな、基本的に。女の子はやっぱハートやからな。ハートでまあね、うん、そうやな。いや俺もそれ思ってた。いや俺ブサイな、思ったことないな。この最初で、この君もそんなイケメンやないでってさ、これマジでやめて。君もとかやめて、気づいてるからそれ。君ってやめて、本当に傷つく、マジで。そのコメントもあるだね。一切って言ってさ、やめて。君はマジで傷つく。ガチ立ち直るになっちゃうから、これ本当に。どんな子が好き？どんな子が好き？これは大体タイプだな。伊佐さんはやらしい。セクシーな子、俺は。ちょ、なんか拾ってやん。何でもいいから拾って。まあね、この空気やめて。マジでやりもくかよ。ホストでやりもくとかやばいやろ、マジで。やりたいだけやな。断蜜、断蜜はあんまりやな。俺も断蜜あんま好きじゃないな。マナちゃんの方がまだいい。マナちゃんってですか？橋本マナミさん。あ、マナちゃんってもんだ、いっちゃん。マナミも可愛いけど。さとみだ。ほらもう
トモヤさんね、トモヤさんかっこよすぎて画面壊れるからね、トモヤさん来たら。あ、アスカキララ俺一番好き、うん、今俺の中で第一位一瞬めちゃめちゃ単純だから、ほんと佐々木希とかより全然、あ、伸びしたらあかんの、アスカキララさん、お前これ見てたら、アスカキララを可愛いっていうやつちょっとダセえちょ、待って、いやいや、アスカキララできるってなったらいくら積む、いくら積むやろな、まともに考えんなよいや、いくらまともに考えんなよ、そこら辺でラチればいいじゃん、マシッツ、ニブラッツいくらも積まん、頑張ってそこまでたどり着くわ、AV ダイになってリアルにいくらぐらいですかね、やっぱり、いや、AV ダイになって頑張ってたどり着く、それはカズヤいくら、俺はまあ、10ペソぐらいですかね、ペソペソ、ペソと、こんなあれなの、ペソってどこの国やろ、逃げまーす、カズヤ、サングラス逃げまーす金額、あ、ごめんなさい、もう怒らんといても怖いな、ナイトチューブ、ほんまにコメントナイトチューブはビビんないっすー怖いな怖いな、コメントが優しくして、ほんまに優しくするよ、俺は、うん、じゃあ、なんかしよう、今から、早くねえ、今日何も考えてないわ、何喋るか考えてないのに、そうそうそう、いきなりだったからな、そうそう、うん、前の時は火食った時はカズヤと一緒に、じゃあ俺がさっき初回でクソ滑って話したのか俺がおもろいと思って今日一日して考えてきてクソ滑った話、いやでもクソ滑るからしない方がいいか、俺はどっちにしろ全然俺の話聞かへんや、二人とも喋ってんのに全然拾わへん、マジでギャルと清楚どっちが好き、ギャルでしょ、それはギャルで、うん、見た目、そういうギャルがいいですか、見た目ギャルで心が清楚が一番俺好き、あ、見た目はチャラいけど話してみれば少女みたいな、あ、これはマジやばい、うん、なるほどね、赤チェック頑張ります、セクシーなギャル最高やな、最高やな、白受験大丈夫ですか、チェック頑張れ、これもかっこいいな、ヒーヒーヒー、分かったこれ、何カップが欲しい、これ、うん、新着、新着、新着か、新着を取っとけ、何カップが嬉しい、何カップだろうな俺 D 寄りの C が一番いい、うん、でもいいや、おっぱいがあれば、おっぱいがあればいいですよね、おっぱいがあれば大丈夫、うん、おっぱいがあれば大丈夫、ほら女の子だったら大丈夫、全然大丈夫、小田組は中身もギャルじゃん、ギャルいいね、何でもいい、高田組ね、みそのやったら、でも俺高田組の方がまだいいわ、あ、みそのさんやったら高田組さんどんなにビビってんだよナイトチームビビんなってさんづけにしちゃう、ビビりすぎっしょ、お前何様や何様やって言ったら、危ない危ない、みそのさんやった、いやでもインスタの言ってること間違いない、ネットもだからね、まあ、そうそう、ネットの人敵回すとね、もうやべえからね、ネットの人やばいだろ、怖いよ、誰も何でも言えたら、うん、インスタが多分喧嘩なんじゃんなんか、何番の人コメントしたやつなんとかって言った瞬間にインスタのね、寮にね、あのね、ピザ100枚ぐらい送られてくるからわさわさな、いや、それありえ、僕頼んでないですとか、いや、ネット怖いからね、マジで、ほんとピザ100枚ぐらい来るよ、明日ネットはね、怖いっすよ、ネット怖いよ、ほんと、もうサクってもう住所特定されて、本名特定されて、もうピザ送られるから、うん、もうそれしか俺はもうないと思う、それ YouTuber みたいな、もうほんと、うん、怖いよー、敵に回さん方がいいよ、なんかほんと、そう、だからもう下手に行った方がいいっすよ、うん、基本的にな、下手に行って、下手に行ってピザ100枚送られろー、あ、ピザ100枚嬉しいけどな、普通に俺、いやいや、払うんだよ、いや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 、金払うんだよ、全然嬉しいやん、それ金払うんだよ、それピザ100枚来るの、20万か、 あなた頼んだぞピザみたいな、あカレー、俺のことよしてや、カレー屋と届けてくれ、ほんまにカレー屋と払うわ、マジで美味しい、そう、銀座に1万円のカレーがあんの、味噌の下かい、特定されるかね、鈴鹿特定されるぞ、俺のカレー話全然興味ないないやでもインスタぐらいもうハッピーエローだったらカレー100個届いたとこで、なんかああ嬉しい100個届いたとか言って、うん、食うよ、ね、冷凍してな、
ちょっと1回だけかけてもいいですか。あ、これか1回だけ CM お願いします。 CM どうぞマジなんだよ。ギブダラシル。お？誰だ、タンクトップ粗末にするやつは。タンクトップを大切にできねえやつは、姫を大切にできねえ。初心に戻ってやり直せ。仲間じゃん、実は。じゃあ一回火食えば。あ、自分から振ってきたぞ。いや、それ食べたいっすか。自分から振ってきたよ。それ食べたいっすか。あ、だって儀式一切やってないもんね、そういえば、カズヤ。俺とカズヤ、火食ったじゃん。うん、食べましたね。しかもイケメンがいないとかマジでやめてよ。イケメンがいないっていうのはちょっとね、あれだよね。イケメンだよ、いろいろと俺。ロマンスナンバー人ではない。そう、火食いたいよね。あ、でも入ってるよな。千秋さんはナンバー人、千秋さんはナンバー人。でもこの順番やな、だから言うたら。え、じゃあ儀式しよう、儀式、儀式しよう。イケメン大丈夫、一切イケメンだから。レオにいた、一のせい。まだね、あのイケメンいないって書いてる人はね、多分コンタクト買い忘れてるんだと思うんだよ。そうやな、一切の顔が見えてないもん、うん、逆にコンタクト買わへんほうが急に見えるけどな、ぼやけて。いや、ちゃう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 ねん、ちゃうねん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 どすね。あ、そうやばいやばい。あれ、あれやで、いっちゃん自分のことイケメンと思ってるのって。誰が、イサ自分のことをさ、自分のことイケメンと思ってるの。それはみんな持ってるでしょ、イサ。めちゃくちゃ持ってるよ。めちゃめちゃ持ってるよ。うそくさ関西弁な。そうそう、エセ関西弁、エセ関西弁やで。俺はめちゃくちゃ持ってるやん。俺速攻売れると思ったもん。地元ではね、結構かっこいい方だったよね、みんなね。半年でも看板乗ってると思ったけどな。やっぱ板かっこいいね。そう、痛い、そう、痛かった、マジで、うん、マジで痛かった。でも今はだって俺初めて入った日さ、うん、俺普通にその日に散髪して、先生、ま、その話長いですか。はい、長いですけど。先生、トイレ行ってきていいですか。先生はトイレじゃない。先生はトイレじゃありません。立派な肉便器だ、お前は。いやね、とりあえずあの火を食べよう、いさ。火を食べよう、うん、だからさ、火を食えばさ、もう丸く解決するわけじゃん、全部、うん、って思わないかすよ、うん、ね。なんなんこの人たちって、なんなんこの人、なんだろう、何やろな。じゃあ紹介しようか、そしたら俺が、うん、紹介しよう。この前俺自己紹介したもん。あ、紹介したの、うん、改めてしてあげようか、うん、じゃあ、まあ、まずそれやとりあえず。伊勢さん、伊勢さんめちゃめちゃ顔でかくないっすか。遠近法、伊勢さん、伊勢さんめちゃめちゃ顔でかく、誰が顔でかく、誰が顔でかく、誰が俺の顔でかくて。ちょ、なんかちょごめんごめんごめん、いらんこと言った今の。いやいやいや、楽しい楽しかった。顔面が埋め尽くされてるよ、ね、顔でな、半分以上な、顔でな。この差でだって、すごい、すごいな。でも実際さ、やっぱこう肩に対して顔でかいもんな。でもフォルムいいっすよね、伊沢さん。あ、いい、伊沢さんのフォルム、伊沢さんのフォルム俺結構好きっすよ。そう、うん、え、みんなもそう、うん、俺のフォルム好き、すごい。ちょうだい、コメント。額で顔が埋め、画面が埋め尽くされて、あ、自分の一番のアピールポイント教えてくださいって。筋肉、これ行こう。ああ、要潤二に50発殴った状態。やったぜ、めっちゃわかる。やったぜ、よく言われる。やったぜ。でもこの前言われたのが、50発殴ったら結構50発殴ったら結構原型が出る。この前言われたのが、
の顔を先発投げたマナさんいけそうって言われた。嬉しくない。原型なくね。マナさんを先発投げたんですよ。じゃじゃ俺を先発投げたら寄るんちゃうって言った。えそんなことはいる。アピールポイント。自分のアピールポイント。あ俺馬面やんな確かに。でゴリラ顔ってよく言われる。バナナが好き。イッサは。早くアピールポイントやって。あ俺のアピールポイント、うん、俺のアピールポイント、こんな紹介できるわけないから。これ来るかもしれんからな、マジで。俺のアピールポイント、でもこれでなんか LINE とか来たことない。俺ロマン初回行こうとしたら外反にキャスト年齢そう上だから行かせてくれなかった。ああ若いのにな、ねうん、ここみんな若いよ。25以下だよ、まあ、平均的に見たらね、うん、俺25 25サンチャイバナナ投げて、バナナ投げて、早くアピールポイント、早くもう話進めよ、ちゃんと。話進めますか。真面目か、真面目か、いいっすわ、真面目か、分かった。そしたらうるせえな、こんなアピールポイントか。そんな新人だけ出るときないから。まあ確かになかなかない。ああアピールポイントな、あー、年近い出てる。でもじゃあもういけるやん、うん、やった。コメント読むの下手だもん。俺とそれ才能の問題から。司会俺読まねえからな、お前は出てる時も適当だろ。早くアピールポイント。俺のアピールポイントか、何でしょう。セックスが好きです、よろしく。よろしく、よろしく。ちょっとアップにやった。よろしく、マクロストン。よろしく。次カズヤ、次カズヤ。俺は一発ゲームまでサザン221。ドン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 キードンキーコングコンコン。バナナあげちゃうよ。はい逃げまーす。はい次、はい、アピールポイント。じゃあイッサや、次最後が今の俺のアピールポイント。そうそう、イッサ俺のアピールポイント。うん、やっぱ俺はね、実際のまあ、顔ロマンス、まあ、25歳って年、落ち着きもあって喋れてで顔良くて枕はしたことないし、楽しませれるタイプのホストかな。やっぱり俺はこう回せるし席も、うん、そんな感じ。ケイちょっとはい、グイーって一回ちょっとサングラス飲んでくださいよって本当にね、うん、まあ飲むっていうのは大事じゃない、これ滑って飲むっていうのは大事だから、うん、大事、うん、滑って飲んで滑って飲んで結局飲むってね。まあ言うて前回俺枕しまーって言ったんで。あ、じゃあ伊勢はいくらから枕してくれんの。それは結構大事ですよね、うんうん、おいくら前、おいくら前か、おいくら前、うん、初回来てくれたらしてあげるよみたいな。イッサのおいっさんいくらだ。あ、俺の値段、うん、うわぁ、気になるんか。気になるな。まあ正直言ったら別に何でもいいっすよ。まあメルカリに売ってたらまあ、うん、ああそう、メルカリに売ってたらいくらだろう。3円。来てくれて楽しかったな、全然いい、うん、メルカリだよ、メルカリ。イッサがメルカリ出てました。初回枕はなあ、あんまり初回枕は…いや違う、メルカリでメルカリにイッサが出てましたから、うん、いくらでしょうか、いくらで買えますかって話です。ああ、俺を、うん、あ、それちょっとやろう、コメントで。俺がメルカリでさ、いくらで買えますか、イッサがメルカリ…これやろ、買う、いや…買わないこれ買えたらさ、コメントが…あ、もうほら…2000円。おい、でも2000円すげえじゃん、2000円すげえじゃん。初回2万円のに、いや関係ない、メルカリだもん。メルカリ、はい、だってありがたいと思った方がいいよ。2000円で買ってくれるんだよ、ほんと100円な、100円、うん、あ、100均売ってる、やった。いや、すごいよ、俺買ったら食費かかるよ、めちゃかかるよ、いさ、あ、めちゃ食うよ、いさ、あってから3000円もらうとかやめて。逆に取られるのに送料だけ。送料こっち持ちですか、それ。そう、電車で自分でイッサが会いに行って3000円パクられる。
多分やから10人ぐらい囲まれるんだろう。どんだけ3000円出せどんだけ俺のこと嫌いね、これ俺は好きっすよ、イッサさん。俺は好き、俺も好き、俺イッサのこと好き。そうやろ、はい、いや、めちゃめちゃ好き、うん、うんね、俺ら一番好きだな、うん、友達じゃん、友達じゃん。髪型がまず好き、イッサさんの髪型が、イッサの髪型まず好き、俺。こんだけさ、400件ぐらいコメントあったら1人ぐらい俺のこと好きなやついてもいいと思うけど。さっきいっぱいいたよ、だったでもこれ、うん、ほら、500円あげるって来てる、うん、ああ、嬉しい500円来てるし2000円で買うって人もいるし。あ、マジ俺2000円いるじゃん、2000円めっちゃす、いいなめちゃ売れてるやん。ああ2000円あったらだいぶいいな。めちゃめちゃいい。いや、出せよ、やって3000円出せよ、や出せよ、やって逆払いなんだよ。だいたいいいコメントしたら嘘だけとか多いし。照れてるだけよ、照れてるだけよ、うん、照れてる、みんな照れてるだけ、ほんと。女ってそういうとこあるよな。女ってそういうとこあるか。これね、一つ言わせてほしいけどね、初回についてもさ、あ、私無理ですみたいな、うん、そう、照れんなよみたいな。あ、そう、みんな一緒のこと好きだから、うん、確かにみんな好き、うん、天の弱な女の子多いよね。そうよ、みんな好きだから、ほんとグイグイ来たら、行くのにみたいな、うん、そうそう、サングラスかけて持ってんのにみたいな。散々やんでいいですか、それ。メガネ外そうじゃ、考えてくれる。お、やった、うん、ほら、照れちゃうだって。ほら、なっちゃう。初回ナンバー陣はね、つくよ。うん、座れよって聞いたことある、こんな辺でさ、はい。え、もう1分前やって、これ何も喋ってない、どうしよう。いやどうしよう、これやばい、本当にもう。マジで、火食えって早く。どうしようね、もう。オチ作れって早く、火食って。もちろんね、作んないとね、これやばいね、これね。早いね、今日、うん、早いな、めっちゃ早かった、うん、早い、楽しかったですね。ハイパー早い、僕の今日早いっすね、うん、1分前から盛り上げて早く、よし、これらの真似、これらの真似、これらの真似、いや、さっきのでよかったよ、これで。チンパンジーね、チンパンジーおもちゃのちょっと、ちょっと言ってる場合じゃない、まあね、なんかないんか、あ、今日2月は、あ、そうそう、来週バレンタインだからね、シオさんのバースデーもあるし、バレンタインデーイベントもあるし、あるし、ユースさんのバースデーもあるし、あるし、忙しいよロマンス、みんなぜひ遊び来てください、みんなチャリで来てね、チャリ来て、よろしく、うん、忙しいよ、チャリで来た、マジマジ。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってでーすアンタッチャブル柴田です、よろしくお願いします。なんで僕が言うサントリーフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送ネオからスライデー、番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ、見てねー。